どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2月の24日よりですね、マリオットボンボイね、クレジットカードがですね、新規入会が開始になってですね、またですね、新規入会キャンペーンもね、開始になりましたということで、今後ね、マリオットボンボイポイントのね、環境の変化っていうのは、まあ、控えてるわけなんですけども、結構ね、すごいキャンペーンをね、打ち出してきたということで、私もね、結構びっくりしてるんですけども、まだね、ご覧になられてない方はですね、こちらの動画でね、解説させていただいておりますので、ぜひね、ご覧になっていただければなと思うんですけども、2月の24日よりですね、新規入会した方はですね、こちらのね、新しいマリオットボンボイカードが手元に届くようになります。で、こちらのね、SPG アメックスね、保有されている方はですね、中身はね、マリオットボンボイプレミアムカードにね、なっているわけなんですけども、こちらね、券面変更をね、依頼していただくと、新しいカードがね、到着するっていった形になるんですよね。またですね、このマリオットボンボイね、クレジットカードっていうのは、券面が2つ、ノーマルカードとプレミアムカードね、ありますけども、家族カードはね、1枚無料でね、発行することができますよね。で、発行されたい方もね、結構多いかなっていうふうに思っておりまして、こちらのやり方に関してですね、私の YouTube のね、コミュニティ欄っていうところがあるんですけども、そこでね、ちょっと聞いてみたところ、リクエストがありましたので、今回の動画ではですね、券面変更の依頼方法と、あとね、家族カードの申し込み方法ですね、実際の画面でね、解説やっていきたいなと思います。それはね、実際にね、やっていきたいなというふうに思うんですけども、申し訳ないことにですね、動画を撮らないところで、新券面の切り替えっていうのは、昨日ね、私やってしまったんですよね。で、家族カードの申し込みと、この新券面の切り替え方法っていうのは、まあ、ページ自体ね、一緒っていうふうになりますので、まあ、一緒にね、解説はね、させていただくんですけども、実際の切り替えっていうのはね、もう新券面の切り替えの方はね、私も済ましていて、家族カードのね、発行だけね、今回実際にお見せできるっていった形になります。で、新券面のね、切り替え方法なんですけども、私はですね、アメックスプラチナを保有しておりますので、コンシェルジュデスクはね、使えますので、私はね、コンシェルジュに電話して、切り替えね、やったんですよね。ですので、アメプラを持っている方はですね、アメックスのプラチナコンシェルジュでね、頼むのが、まあ、比較的にね、電話もつながりやすいので、いいのかなっていうふうに思います。マリオットボンボイのね、クレジットカードが昨日発行開始になって、またね、家族カードが1枚無料になったこともありまして、かなりね、電話つながりづらいみたいなんですよね。ですので、特にね、質問等々がなければですね、まあ、アプリかウェブでね、やっていただくのがね、簡単でいいのではないのかなと思います。で、注意点がね、一つありまして、家族カードを申し込む分にはですね、別に特にないんですけども、この SPG アメックスね、保有されている方で、券面をね、新しくしたい方、まあ私もそうだったわけなんですけども、こちらですね、カードの番号とセキュリティコードっていうのは変わってしまうんですよね、新券面になると。まあ私は更新月が9月か8月なんですけども、まあそこまでね、普通にこの SPG AMEX で何にもしないで保有していれば、まあ新しいカードがね、到着するっていった形になりまして、多分それだとね、番号とか多分変わんないと思うんですけども、この新券面のね、切り替えを更新前に行ってしまうと、番号ね、とセキュリティコードね、変わってしまうっていう風になりますんで、この SPG AMEX ね、メインカードにされている方で、まあ月々ね、いろんな支払いね、当ててる方いらっしゃると思うんですけども、まあそういう方はですね、支払い遅延ね、されないようにね、本当に注意していただきたいなっていう風に思います。またですね、今回の動画とはね、ちょっと離れる部分ではあるんですけども、人によってね、年会費の更新月って違いますよね。まあ、それによってですね、無料宿泊特典だったり、年会費とかですね、まあ、そこら辺の部分もね、変わるっていう風になりますんで、まあ、こちらの動画もね、ぜひチェックしていただければなと思います。それではですね、実際にね、やっていきたいなと思うんですけども、まずですね、私の方は昨日ですね、この動画をね、撮る前にですね、新券面の方に申し込みをね、してしまったんですよね。で、新券面の方はですね、どうやら、アプリとか、ウェブ版でね、できないみたいなんですよね。まあ、これなんでかわかんないですけども、ちょっとアクセスが集中しているのかどうなのかちょっとわかんないんですけども、この新券面のね、切り替え方法っていうのはちょっとできませんので、アプリでね、SPG AMEX のね、裏側にね、電話番号ね、書いてあると思うんですけども、デスクの方にね、電話していただいて、利用していただくっていった形になります。もうアプリの方とかで、操作してね、本来できるんですけども、それやってもですね、
今できませんみたいなね表示が出てしまいますので、まあ、こちらに関してはですね、SPG アメックスの裏側に電話していただいて再発行の手続きね、していただければなと思います。私はねアプリとかウェブ版でねできると思ってたんですけども、さっきやった時はねちょっとできなかったんですよね。電話してくださいっていう表示が出てしまいますので、ちょっと今もねやってみますけども、多分ねできないと思うんですよね。まあひとまずね家族カードの方はねできるかなと思いますので、こちらねやっていきたいと思います。では、マリオットじゃなくてアメックスのねログインしていきます。でこちらから、マリオットボンボイをね、選んでいただいて、マリオットボンボイの方、マリオットボンボイカードのね方に入っていきます。でこちらでですね、登録情報変更かな、あそうですね、でここのカードの再発行手続きっていうのがあると思うんですけども、こちらを押していただきます。で私の方はですね、再発行手続きね、昨日ねアメックスのコンシェルジュに電話して行ったんですよね。ですので3月9日までにお届け予定ということで、もう再発行手続きはね完了してるんですけども、これね多分この画面からねできると思うんですけども、最終的にねできませんみたいな表示になると思いますので、おそらくね電話していただいてやっていただくっていった形になると思います。ちょっとねできると思ってたんですけど、アクセス集中してるんですかね、ちょっとね現時点ではできないっていった形になります。それでは次にですね、家族カードの発行ですね。こちらねアプリでやろうとしたらですね、これ私ね昨日あれしてるじゃないですか、切り替えしておりますよね。切り替えするともうアプリの方のねクレジットカードの番号ってこのね前の SPG アメックスともう今のカードでね切り替わっちゃってて、アプリの方ではできませんので、この点は注意してください。でウェブ版の方でねやってみたところ、ウェブ版のね方ではなんかねできるんですよね。ちょっとこれねわかんないんですけども、アプリの方からだとですね、こちら私みたいにですね件名を先に変更した後にやろうとするとできないって言った形になりますんで、この点は覚えておいてください。まあできないっていうかですね、このカードの番号自体がもう変わっててセキュリティコードも変わるんですよ。でセキュリティコードをね入力してくださいっていう画面が出ちゃいますんで、これね新しいカード来るまでセキュリティコードわからないので、これねアプリ版だとねその入力画面出てきちゃうんでできないと思います。ですのでね、もし家族カードね申し込みたい方はですね、まあアプリでもいいんですけども、先に件名変えた方はですねウェブ版からねやるようにしていただければなと思います。ではねちょっと画面出しておきますけども、またね入っていただいてカードをね、マリオットボンボイの方に切り替えます。で切り替えていただいて登録情報変更のところを押していただいて、家族カードの申し込みですね、で家族カード申し込む、でここでねクレジットカードを選択していただきます。で私はねマリオットボンボイアメリカンエクスプレスプレミアムカードですね。で申し込みはこちらを押していただくと、ここでねカードをまた選ぶ画面になりますんで、マリオットボンボイをね選択していただくと、こんな感じでね規約みたいなのがね表示されますんで、これをね閉じていただいて必要事項をね入力していただきます。でね入力が終わったら保存して次へ押していただきます。そうするとね確認画面が出ますんで、同意して申し込むっていうのをねもう一回押していただきます。そうするとですね、同意事項っていうねまあ規約みたいなのがねまた出てきますので、まあこちらね規約同意していただいて、同意して申し込むをねクリックしていただきます。はい、これでね申し込みありがとうございましたということで、これでねマリオットボンボイカードの家族カードがね申し込みすることができました。まあこちらねアプリでもね皆さんねアプリでやりたいっていう方もねいらっしゃるかなというふうに思いますので、アプリのねやり方も一応ね出しておこうかなと思うんですけども、まずねログインしていただいて一番右下にですねメニューっていうのがあると思いますので、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですね家族カード追加カードの申し込みっていうのがねあると思いますので、こちらを押していただきます。そうするとですね、先ほどとね同じ画面になりますんで、ここでね進んでいただくと本当にね先ほどと同じ感じでね必要事項をね入力していただくと申し込みねすることができるっていった形になりますんで、ちょっとね私の方はねちょっとアプリではできなかったんですけども、まあほとんどの方がね新件名切り替えてから家族カード発行する方ねいらっしゃらないと思いますので、まあ普通にねアプリの方からね進んでっていただければね家族カード発行することができますので、こんな感じでね利用していただければなと思います。
ということで今回ですね、マリオットボンボイね、クレジットカードが2月の24日よりね、新規発行開始になりましたということで、新券名の切り替え方法と家族カードのね、申し込み方法をね、解説させていただいたわけなんですけども、まあ、私みたいな状況に陥る人はね、なかなかいらっしゃらないかなというふうに思いますので、家族カードの方はですね、まあ、アプリかウェブかね、好きな方でやっていただければなと思います。まあ、ちょっとね、電話していただいてもやっていただけると思うんですけども、まあ、ツイッターとかね、見ているとですね、結構時間かかってる方いらっしゃいまして、2、30分待たされたみたいなね、方もいらっしゃいますんで、もしね、電話で、新券名の切り替えとかもそうですけども、電話される方はですね、時間に余裕を持ってね、連絡していただいた方がね、いいのではないのかなと思います。まあ、あんまりね、短い時間帯しかない時に連絡してしまうとね、待ち時間で終わってしまってもね、結構時間の無駄になってしまうかなというふうに思いますので、この点はね、覚えておいていただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。